お世話になりますヒトリーでございます。2021年4月に3度目のレイドが更新されましたね。そこで我らがメタモンが登場したかと思います。公式から情報はなかったものの、おそらく期間限定レイドなので星5であれば 5V 以上が確定するわけです。 5V 以上が確定なら 6V はどのくらいの時間で捕まえられるか気になりますよね。私は気になりすぎて変身しました。多くの方も私と同じく変身していると思いますので、今回はイベントレイドで 6V メタモンは何時間で捕まえられるのか検証していきたいと思います。はい、じゃあまずはとりあえずね、もうすでにワイルドエリアニュースとか更新しててイベントレイド出るような状態となっておりますので、早速メタモン出していきたいんですが、まあ適当に入れていきましょうか。そしたらはい。お、いきなり来ましたね。これはもうめちゃめちゃ運がいいですね。だいたい10回ぐらいかかったりするんですけど、私的には。そしたらですね、ここでまあいつも通りですね、みんなで挑戦やって、本ボタンを押して設定から1日進めてですね、日付変更バグやれば別のねイベントレイドのポケモンになりますので、それで、メタモンのね、やつが出てくるまでひたすらやっていきましょう。お、来ましたね。5つ星。今は割とね、早く出たんですけど、結構ね、これね、出にくいですよね。ただこれ、イベントレイドで5つ星出すっていうのは、イベントレイドだから、5分以上確定なので、だからメタモンの島とかじゃなくて、ここでやるってことですね。まあ、それで出てきたら、まあ一応ね、知らない人のために言うと、まあ、レポートは書いといた方がいいと。そうしないとまたね、別のメタモンに変えるの大変ですので、まあ、それでね、あとはもうひたすらメタモンと戦っていくだけですね。はい。で、戦うポケモンについては、無限ダイナで私は行きます。無限ダイナはただ、メタモンがフェアリータイプに変身した場合、ダイマクソウが効かないので、ザシアンとかザマンゼンタでもいいと思います。まあ、とりあえず今回私は無限ダイナでやりましょう。行きましたね。普通に倒すだけですね、あとは。こだわりメガネ持たせてますので、ダイマクソウこんだけ入るからね。いいね、普通に。はい、ダイマクソウで倒しましたと。いや、3ターンで倒せましたね。なので、やっぱり無限ダイナのダイマクソウもほんと強い。で、捕まえる際は、ボールはやっぱリピートボールかね。ですが、これホストであっても、イベントレイドなので、ワンチャン逃げる可能性はありますからね。なので、そこは注意した方がいいですよね。オッケーオッケー、ちゃんと捕まえましたね。こういうとこちゃんとしてんな。いや、一発目で来たら、ちょっと逆に検証にならないよ。アイテムは普通ですね、別に。はい、じゃあ、記念すべき1匹目、見ていきましょう。あー、5V か。さすがに無理だよね。一発目で来たらそれは無理だよ。あ、でも特性変わり者だったんだ。全然見てなかったわ。なので一応夢特性だから、まあまあ悪くはないってことですね。性格はそんなにいい感じじゃないですね。まあとりあえず、で、この捕まえたメタモンいらなかったらリセットしてまた日付変更バグって感じですが、私はね、まあ一応取っとこうっていう感じなんで、取っとく場合はまた願いの塊入れて、それでまたイベントレイドのところを探してやるっていう感じですね。違いましたね。違う。うん。おい。ああ、はい。よし、ようやく出てきましたね。マジか、くそ遅かったんだけど。多分願いの塊40、50個使ってようやくイベントレイドのポケモンが出ましたっていう感じで、結構出ないことあるので、イベントレイドのポケモンが。なので基本的にはよほどね、いい性格のメタモンとかではない限りは、基本的にはリセットした方がいいと思います。今説明するためにわざとね、リセットせずやるパターンをご紹介しましたけど、まあご紹介するっていうか分かってると思うんだけど、まあそんな感じなんで、そこは注意してください。いきなり出てくれたんで、ただひたすらね、あとはこの作業を続けるだけですので、頑張っていきましょう。 OK。あー、5V か。よいしょ。5V だ。よいしょ。また容器 5V だよ。よっしゃー。おー、来た。早っ。早っ。マジか。もうこれでやめて、夜ご飯でも食べようかなと思ったら 6V 来た。やばいっしょ。運良すぎでしょ。早すぎ。まあ、特にこれ運いいってわけでもないのかな。今まで私たくさんイベントレイドの動画上げてますけど、 6V 出たのって多分1回か2回ぐらいしか出たことないですから。いや、こんな早いの？もう検証、余裕検証じゃんこれ。まあ一応中身見てみましょうか。中身見てみると、はい、特性柔軟ですね。柔軟な体によってまあ非常態にならないという夢特性じゃないやつでございまして、あー、性格頑張り屋の性格か。これ別に 6V だからってわけじゃないですよね。別に何でもありえるよね。ただこれまあ普通にグッドでしょ。まあ性格もちろんいい方がいいけどね。なんだ拍子抜けだわ。でこれ2台とかあったらね、レイドで量産とかもできるでしょうから、いやー本当に剣立てになって便利になりまくったんじゃないかな。なんか本当に多分今まで 6V のメタモンとか乱数とか使わずにやってた人とかいたら、ガチでその努力がもったいないみたいな感じな気持ちになっちゃうのはすごく理解できちゃいますね。海外ドラマの1話も見ることができなかったわ。見ながらやったけど、まあ、かかった時間としては、まあ、撮影もしてたんであれですけど、だいたい40分とかそんぐらいですかね。でもそのうちちゃんと願いの塊とか入れてた時間も含むので、相当早くできるんじゃないかなと思います。なのでこの間だけはモンスターじゃなくてメタモンハントした方がいいかもしれないですね。ということで検証結果、イベントレイドで 6V メタモンは40分で捕まえられるでした。これは何時間で捕まえられるかっていう検証だったので、ある意味検証が不成立ですね。時間じゃなくて分で答えが出てしまったので大変申し訳ございませんでした。ただこれ私の運がいいってわけじゃなくて、結構捕まえてる方もいらっしゃるみたいなので、本当にもう何体か捕まえれば 6V はすぐに捕まえられるんじゃないかなと思います。ただこのメタモンレイドって私が1年ぐらい前に動画で出した通りすでにあったんですけどね。とはいえこんな素晴らしいレイドはめったに出てこないと思いますので、もう発売からしばらく経って楽しめたモンハン置いといてメタモンハンやりましょうね。